本日は伊丹の日向の生誕祭にお越しくださりありがとうございます。体調は大丈夫ですか？手洗い大丈夫ですか？ペンライトやカメラの準備大丈夫ですか？2曲目の風鈴は動画撮影可能だよ。可愛く撮ってね。公演中も水分補給全然してくださいね。あれ、飲食大丈夫だっけ？え、あれ、わかんないけど、ダメだったらダメだ。ごめん。温かい目で、温かい拍手で、ぜひともお願いします。今日のためにいろいろ頑張ってきたけど、やらかしたら全然笑いってね。さてと、今頃日向は緊張してます。みんな、準備はいいかな？そろそろ始まるみたいだよ。思いっきり楽しんでね。Yeah.
改めましてこんにちは、私たちラジオ女子です。はい、三重県出身23歳、イメージカラーは青色、ステイリーダー小松里穂です。リホちゃん。はい、愛知県出身13歳、イメージカラーはオレンジ色、7期生上田美和子です。お願いします。美和子。はい、愛知県出身23歳、イメージカラー桜色、南波瀬奈です。お願いします。瀬奈ちゃん。はい、岐阜県出身大学3年生20歳、イメージカラーは黄色、6期生水野風乃です。瀬奈。はい、愛知県出身13歳、中学2年生、イメージカラーラベンダー、8期生滝宮優です。お願いします。ゆうちゃん。はい、愛知県出身23歳、イメージカラー緑、1期生の大谷由香です。お願いします。大谷。はい、イメージカラーは水色、8期生真夏組です。つぐみ。そして本日の、はい、はい、6期生、あーもう間違えちゃったじゃん。愛知県出身18歳、イメージカラーは黒色、6期生、あ、19だもうね、先輩じゃん。そうだ。はい、愛知県出身18、あ、もう愛知県出身19歳、イメージカラーは黒色、6期生の板野ひなたです。お願いします。ひなた。生誕祭をお送りします。最後までよろしくお願いします。お願いします、はい、タイトルとか回収しとく、はい、タイトルなんですけど、こちらの ね、はい、衣装の H&L っていうことで、そうなんですよ。かんぐったオタクとしては、はい、日向ラストみたいな、うん、思ったんだけど全くです。まだいます。全然います。これはですね、まず H が、日向の日、うん、で日向の日ではない。あ、そっか、日向の H ねとなりまして、L がリスナーさんの L で、お、うん、はい、お、であともう一個ありまして、はい、アンドがあると思うんですけど、なんかピンクが入ってるなって多分思う方いると思うんですけど、はい、うん、はい、そのピンクはあの S でスタッフさんという意味で、お、はい、入れていただきました。なので来年はね、あのメンバーも絡めた感じのタイトルにしようかなと。もう来年のことを、そう考えて、うん、だから今回はこのタイトルにしました。よかった、分かって、ありがとうございます。これ作ってもいいですか。え、何、ひなた最初これ L じゃなかったですよね。え、なんで知ってんの。え、聞いたから。うっそー、なんで。最初なんだったの。 R です。おー、けどなんかまあバレなそうだけどですよね。そう、ラジオとか、そうそうそう、でまあ、スタッフさんが確認して、ちょっと時間じゃないってことであれみたいな訂正バージョンですね、なったんだよね、はい、なるほどね、正解です、はい、そんなここに書いてるこれ、はい、この、そうなんですよ、イラストがあの去年あの6期生の同期の桜葉彩音ちゃんがイラストで描いてくれたイラスト、去年の、はい、今年の3月に撮影したね、はい、そうですね、はい、同期だの彩音が描いてくれたやつを私が少しだけイラストっていうかなんかちょっといろいろやったりしてちょっと変えさせていただいて今回は T シャツにさせていただきました、ね、この T シャツね、うん、着てる人は ね、うん、いますけど、そう、着てないよ、そう思う、ちらほら、いいな、あの、今、10日まで発売してるから、お、長いね、見て、まだ、まだ買えるね、今日2日やもんね、はい、まだ2日なんですよ、まだあるから、まだあるから、うん、記念 T なのでね、はい、ぜひゲットしてください、お願いします、お願いします。はい、ゲットする気ある。まだあるね、してください。ということでここからは後半戦です。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアひなた。はい、ハッピーバースデートゥーユー、黒、あら、そうなん、黒、可愛い、可愛い、どこだ、すごい、ありがとうございます。ありがとう。これもね、センスだ、うんうん、あ、ね、これ今、ひなたがつけてる、すごい、ペンライトが、ね、ペンライトね、はい、ありがとうございます。2回目のね、生誕祭、はい、
すごい、あっという間だったです。はい、だったです、だったですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、以上、はい、私たちラジオ落としでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、めっちゃかわいい。じゃあね、ちょっと展開でいっぱい話そう。私も大好きな曲です。それでは聴いてください。純未来本当
ございます。はい、聴いていただいたのはビューティフルと純未来でした。純未来と、はい、純未来とビューティフルです。成功しない。成功しない。いいのよ。もう一回やり直す。最初から。一回、そうですね。ありやな。ありですね。なしやな。じゃあ後で見直して。確かに待って。お願いします。はい。はい。ということで、アンコールね。はい。アンコールありがとうございました。ありがとうございます。めちゃめちゃ裏で聞こえてて嬉しいなって思いました。うん、改めて、あの、この、ね、手のやつと、あと、ペンライト、間違ってはないよ。はい。あと、ペンライトもね、あの、用意してくださったり、お花とかもいろいろ用意してくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。落ちた。どうですか。はい、ダンサーもう終わりです。そうですね。ちょっと感想を私は今日は考えてきてなくて、思ったことあ、書いてもない。はい、書いてもないです。ちょっと思ったことを言おうかなって思って。いい、なんか自己中になっちゃうけど、とりあえず頑張ってよかったなって思いました。ありがとうございます。本当にそう、はい、あの本当は楽器も全くやる予定は本当はなくて、やろうと決めたのが、本当は申し訳ないんですけど1週間前を決めて、で1週間前から練習して、最初は音も鳴らなくて、そうで音も全然鳴らなくてちょっとやばいなと思ったんですけど、でも諦めるのがすごい嫌だったので、ちょっとみんなには変な音程とかをもしかしたらなんかあれ外れてないって思ったかもしれないんだけど、あの一生懸命練習したのですみません。はい、あの、ありがとうございました。素晴らしかったです。よかった。ありがとうございます。終わっちゃった。終わっちゃいましたね。ずっと喋れば終わらないけど。確かにですね。ちょっと叩いてかぶってじゃんけん。なんで？やります。やります。やりたい。最後はそれでいいの？はい。はい。逆にね、みんなの楽しんでる姿を見せたいなみたいな。やりませんよ。やりませんよ。ないですから。はい。なんか、はい、抱負としてはあります。19歳ラストティーンですよ。そうよ。そう、私が今19歳で、自分でもあんままだ19だなっていう実感はまだないんですけど、その後ばっかだしね。はい、なので19歳はもうまあ多分いろいろある思うことも多分あるのかなって思うけど、そうだね、まず常識を持った人になるでしょ。え、あれさ、はい、去年の生誕祭の18歳の生誕祭の抱負とか覚えてるんですか。全く覚えてない。なるほど。はい、まあ、多分でもそういう人間にはなっていってると思います。成長、はい、成長、成長、はい、そして常識を持ってちょっと頭を良くする。おお、できるか。でもできないけど、あ、言おうかな。私今あの本当は撮ってから言おうと思ったんですけど、あのなんだっけ、なんかのなんかの試験を受けようと思ってて。それは気になる。そうなんですよ。そうですよね。はい、で今勉強中です。おー、なんかの試験を。すごい。はい、なんで取れたらまた連絡します。連絡します。はい、友達みたいな。それはグループラインで入れますみたいな。そんな感じで違います。はい、なのでぜひ皆さん、あ、今勉強してんだなって思ってください。すごい、思っとくわ。お願いします。いいじゃん。はい、いいじゃん、いいじゃん。なんかレギュラーアップするってことだね。はい、そうですね、うんうん、あと思ったことをちゃんと伝えれるように頑張ろうかなって思います。私結構思ったこととかをあの上手に伝えれないタイプで、多分こいつ何言ってんだって多分ね絶対思うと思うんですけど、だからラジオも出させていただいてるので、その自覚を持ってしっかり喋れるような19歳になれたらなって思います。頑張ってください。はい、いいですね。でもワールドはちょっと失ってほしくないけどね。確かに。ひなたワールドはそのままで。うん、ありがとうございます。ということで、はい、ひなた生誕祭は以上となります。ひなたお誕生日おめでとう。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ここまでの相手は私たちラジオ女子でした。ありがとうございました。
とうございました。来てくれました。やばい、これちょっと待って、去年と同じ光景だ。かゆいかゆいかゆい。かゆいじゃない。かゆいのはいいですね。やだ。これね、去年もね、あったんだ。生誕祭、ラジオ女子の生誕祭をね、知ってる方も多いかと思いますが、あの主役が私に取り残、私のせい、私の手によって取り残されて、胸キュンセリフをね、言うっていうのがありまして、なんですけど、お、ラッキー。まだ言ってない。なんですけど、ひなたは、ラジオに恋してがね、月曜9時からやってまして、その次、10時から第7学園男組ボーイズ&メンさんの番組がありまして、そこでなんかすごい出てたりもしてたじゃないですか、大喜利で、なので今日は見てのひなた大喜利でもパクッといきますね。あ、了解です。はい、今日は井田のひなたは生誕祭です。はい、でも何かがおかしい。はい、何ざっくり何かがおかしい。何なんだなんだ。人が来てくれたかと思ったらお猿さんばっかだった。どうですか、動物園みたいな。3ブーブー、ダメだ。ありがとうございます。じゃあ次、はい終わりかと思った。サンプルまで。お、同じお題で。同じお題で。おお、じゃあ、ペンライトかと思ったら、ペンライトじゃなくてキュウリだった。なんかめっちゃ出てる。これはダメだよ、出てきちゃダメだよ。じゃあ見えてないテーマして。ダメ。帰ろうか。かわいいけど。ごめんごめん。やっぱり閉まらないから胸キュン行こうか。おっと。じゃあ。マジですかね。了解です。じゃあ。はい。今、はい、試験に向けて勉強中のひなた。それを週一で教えてきてくれる、はい、彼がいます。はい。その人、うんうん、でも、うん、ただ教えてくれる人と、はい、ひなた生徒っていう関係をどうにかして壊したい、はい、次のステップに行きたい、はいはいはい、その時の胸キュンデリフをお願いします。はい、先生ですよね。はいはい。それでは見たかひなたの胸キュンデリフまで3、2、1。あー、マジ学校だりーわ。もうさ、今日学校でさ、勉強してきてさ、またさ、ここで勉強させられるってさ、どう思う？最悪じゃない？もう勉強さしたくないって言ってんだけど、でも実はちょっとね、いるんですよ。ちょっと気になってるね、人がいるんで。あ、ポイちっちゃい。はい、ダメ出してくれました。はい、あ、こんにちは。やばいやばいやばい、かっこいい。いる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 。マジでしょ、マジすけ。でも分かんないところいっぱいあるからいっぱい聞かないと。よし、すいません、あのここの勉強が分からなくて教えてもらってもいいですか。お願いします。はいはいはい。ああ、そうなんですね。へえ、ああ、はい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 、うんうん、あ、すいません、ちょっと近づいちゃった。あのすいません、あのすごい言いづらいんですけど、わかんないこともう一個あって、私のことってどう思ってますか？